レジャンテ・マレーはアメリカ合衆国のワシントン州シアトル出身のプロバスケットボール選手。NBA のサンアントニオスパーズに所属している。ポジションはポイントガード。地元シアトルのレイニアー・ービーチ高校時代はワシントン州の最優秀選手に選ばれた。ワシントン大学でも1年生時に平均16.1得点に4アシストを記録し、パックマイナス12の セカンドチームに選出されたマレーは大学に1年間だけ所属した後2016年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明ドラフト1巡目29位でサンアントニオスパーズから指名され2016年の NBA サマーリーグに参加し7月14日ルーキースケール契約を結んだ2016から17シーズン2016から17 シーズンの2016年10月29日、シーズン3戦目となったニューオーリンズペリカンズ戦でデビューを果たし、2リバウンド、1アシストを記録した。12月23日、ポートランドトレイルブレイザーズ戦で、キャリアハイとなる9得点を挙げた。2017年1月12日、ロサンゼルスレイカーズ戦で10得点を記録し、キャリアハイを更新した。 シーズン前半は D リーグのオースティンスパーズに数回アサインされ、実践経験を積んだ。2017年1月19日、ホームでのデンバーナゲッツ戦で、パーカーの故障に伴い先発として出場し、キャリアハイとなる24得点を記録した。2017年3月、左足素霧部を痛め、 3月20日からシーズン終盤戦を離脱したが、4月12日のレギュラーシーズン最終戦となったユタジャズ戦で復帰を果たし、プレーオフでは4月20日のファーストラウンド第3戦のメンフィスグリズリーズ戦で初出場し、4得点、1アシスト、3リバウンドを記録した。2017年5月5日のカンファレンス準決勝、タイヒューストンロケッツ第2戦で、 トニー・パーカーが、左足の重い負傷によりシーズン離脱となり、第3戦より、ポイントガードの先発としての重責を担うこととなった。14分出場で2得点を記録するに止まったが、チームは103対92で勝利し、シリーズを2勝1敗とした。ゲーム6の勝利では、11得点、10リバウンド、5つのアシスト記録し、デビット・ロビンソン、ティム・ダンカン、カワイ・レナードに続き、 プレーオフで得点とリバウンドのダブルダブルを記録したスパーズで4番目の新人になったこの勝利で西カンファレンスファイナルに進んだがゴールデンステートウォリアーズに敗れた2017から18シーズン2017から18シーズンの2017年10月18日の開幕戦で昨シーズンの負傷からリハビリ中のトニーパーカーに代わり先発として出場し16得点 ゴーリバウンドにアシストを記録、ミネソタティンバーウルブズに対し107から99で勝利した。5日後のトロントラプターズ戦で16得点、15リバウンドを記録した。ガードの15リバウンドは、スパーズではマヌジノビリが2008年に記録して以来であった。2018年1月21日、グレッグポポビッチヘッドコーチの決断で、 長年ポイントガードの先発を務めてきたトニー・パーカーを控えに置き、マレーを先発に起用することが発表され、インディアナ・ペイサーズ戦で8得点、7リバウンド、4アシスト、4ターンオーバーの成績を残した。2日後のクリーブランド・キャバリアーズ戦では、19得点、10リバウンド、7スティールと攻守に活躍し114、11 102での勝利に貢献した。 30分以下の出場時間で19得点、10リバウンド、7スティールを記録したのは、1987年に、ラファイエット・リーバーが28分出場で21得点、13リバウンド、8スティールを記録して、以来の記録となった。このシーズンは81試合に、平均21.5分の出場で、8.1得点5.7リバウンド2.9アシスト1.2スティールなどを、 記録した。2018年5月、NBA オールディフェンシブチームに選出された。2018から19シーズン2018から19シーズン開幕前の2018年10月7日、ヒューストンロケッツとのプレシーズンゲームで、ジェームズ・ハーデンに向かって、ドライブの後、レイアップシュートの際に、右膝の全十字人体断裂によりシーズン全球が決定した。 2019から20シーズン2019から20シーズン開幕前の2019年10月にスパーズと4年6400万ドルの延長契約を結んだ。このシーズンは66試合に平均25.6分の出場で10.9得点5.8リバウンド4.1アシスト1.7スティールなどを記録した。 2020から21シーズン2020から21シーズン12月26日のトロントラプターズ戦で11得点10リバウンド10アシストで自身初のトリプルダブルを記録した2021年2月8日のゴールデンステートウォリアーズ戦で27得点10リバウンドキャリアハイの8スティールを記録しスパーズは105から100で勝利したありがとうございます